皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。三姉妹サンデーの時間です。長女のナミです。次女のサナミンです。三女のサヤです。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということで今年令和3年最後の三姉妹サンデーとなったね。うん、本当だね。あっという間でしたね。だって今日12月26日でしょ。うん、あとは26、27、28、29、30、30、30、30、5日か。6日。ごめんなさい、算数苦手なんで。はい、6日、5日、6日でね、うん、新しい年が始まります。本当だね。なんかやっぱりね、この年の瀬も迫ってくると、うん、今年はどんな1年だったかななんていうふうに思いを馳せたりしてしまうんだけれども、うんうん、あの今年のね、あのそれぞれのこう、うん、国内外のいろんなニュース、うん、どんなことが気になったかなっていうのを聞いていきたいなっていう、うんうん、なるほどね。私自身は何といってもやっぱり今年は、うん、あのオリンピックがあってね、うん、昭和39年1964年以降の57年ぶりでの東京でのオリンピックだったということで、うんうん、どんなオリンピックになるのかっていうふうにすごく注目していたんだけれども、うん、私はねその中でもやっぱり開会式がね、うん、1964年昭和39年の開会式と、うんかなり予想が違っていたっていうものに対しての驚きっていうのが今年の大きなニュースの一つかな。で、一つね資料を持ってきたんだけれども、うん、これは当時昭和39年の東京オリンピックの模様なんだけれども、うん、まずこのようにあの天皇陛下や周りの皆さんがロイヤルボックスにこのようにきちんと、ね、あの用意されていて、うん、そしてこの天皇陛下のロイヤルボックスに向けて、うん、各国の選手が入場してくるときに、うん、それぞれの国のスタイルで、うん、天皇陛下にきちんとした敬礼を行っているっていうのが、あ、そうだったんだ。そうだったね。それが各国の、あのスタイルで例えばこのように帽子を持ってね、うん、こう胸に当てている選手だとか、うんまあ、しっかりとこう顔を向けている選手だったり、うんうんまあ、こうしてやっぱりこう一国の国の、まあ、こうした元首に、うん、そして日本の天皇陛下にきちんと各国の選手が、うん、こうやってあの敬礼をするってすごくね、うん、私は美しい姿だなっていうふうに思ったんですよ、うんうんうん、本当だね。ちょっとそういう意味では今年の東京五輪の開会式での天皇陛下に対するその様々なねこう周りの心の配り方っていうのはものすごく足りなかった、うんうん、オリンピックでしたね。ひどかったね。うん、サナミンがあのさっき気になったニュースでって言ってくれたんだけど、うん、あの私もやっぱりその五輪の開会式っていうのは、うん、ある意味もうここ近年の日本のもう縮図みたいな形もあって、うんうん、本当にあのなんか異常さをちょっと、まあ、世界各国に示してしまったんではないかっていうくらいちょっと悔やまれるところがあまりにも多かったんですよね、うん、演出さまざまな開会式閉会式の演出、うん、もちろん選手たちのねあの頑張りは全く別の次元の話として、うん、開会式と閉会式のあの内容についてはやっぱりその音楽をやっているものの一人としても非常に納得もいかないことが多かった。そうそう、私さやちゃんから聞くまでほとんど口パクだっていうのは分からなかった。本当ですか、うん、おそらく、まあ、私もあの前編丹念に見たわけではないんだけど、うん、開会式はとりあえずサナミと一緒に、うん、あのチャンネルさくらの特番にも出演してたので、うん、じっと見てたんですが、うん、おそらくきちんと現場で歌ってたのはミーシャさんの君が代だけだったと思います、うん、あとの曲はみんなあの別の日に録音したもの、うんまあ、その当日 の, あのリハーサルを録音したものとかを使う場合もあるんですけど、うんうんほとんどの方が口パクだったんですね、うん、でやっぱりそのコロナで飛沫が飛ぶからっていうのもあるかもしれないけれども、うん、あれだけの広い会場で、しかもあのオペラの岡本知高さんっていう、うんあのいわゆる高い声の出る男性 の,、うん、あのオペラ歌手なんですが、うん、その方 も, もうオペラって口パクでやるともう本当にあの何て言うんでしょうあのリバーブというかあのなんこう声のそのノリでその下の動きとかこの辺のこう揺れる動きとかでものすごい差が出ちゃうんですよ、歌ってるか歌ってないか。だからそれがあの全くもう録音したものでこうわーって歌ってるけど、やっぱり日本での
たったね、うん、もう一生に一度見れるか見れないかっていうものの歌として、うん、やっぱ口パクっていうのはちょっと残念だなって思わざるを得なかったですね、うん、やっぱりその歌手の人にとってその現場で自分の声で歌うってね、うん、すごく一生の思い出に残るもう光栄なことだと思うんだけれども、うん、それはやっぱりその指示があって口パクをさせられてしまうのかな、それとも失敗するのが怖くて自分から望むっていうことが多いのかしら。それはね、本人に聞いてみないとそればっかりはわからないんですが、うん、ただやっぱりその方針としてはコロナがあるから飛沫の問題とか、うん、あと絶対失敗できない場面っていうものではあるので、うんうん、あの安全策を取ったっていうこともあるんでしょうが、うん、私はそのいわゆる音響機材に対しての、うん、あの予算のかけ方が多分少なかったんじゃないかっていう気もしてますね、うん、コンパクト五輪っていう風にしてたもので、うん、多分全体的に皆さんも開会式とかご覧になってちょっとあの華やかさが足りないって思われた方も多かったんじゃないかと思うんですが、うんうん、やっぱり予算をしっかりとかけて現場の方に行くように PA 機材とかもちょっとあのもう口パク前提のものでしかなかったな。それからオーケストラにしても生のオーケストラではなくて録音したものを使ったりですとか、あのちょっといわゆる質のいいオーケストラではなく若手の寄せ集めで普段一緒にやってる人たちじゃない人たちが寄せ集められて撮られたりして、うん、録音したものを使ってたりして、オーケストラもそうだったの。そういう部分ではちょっとこう日本の芸術性っていうものをしっかり PR できる最高の場所だったのに、うんね、それ考えるともったいない ね、 本当にね、演者の人たちにとってもやっぱりそれはね、あの本当の本来の力がこう発揮するというよりも音響のせいでとかね、うん、その機材が足りないからっていう理由で諦めなければいけないってことを考えると、うん、なんだかね、少し気の毒にも思ってしまうよね。人にも投資してないっていうね、現場の中抜き五輪って言われたじゃないですか電通さんの。なるほど、もっとね、なんかこう人にきちんとお金をかけるってそんな五輪であってほしかったなっていうふうに思いますよね。そんな五輪もありますしね、うん、あと私の方からもう一個今年のニュースで言うと、うん、やっぱりなかなかこう収束しないコロナ禍の中で、うん、どうしてもそのいろんな歪みが出てきてしまっていたっていうことがあると思うのね、うん、でその中でも特にやっぱりこの今年あの、まあ、令和3年に関しては女性の自殺が、はい、あの増えてしまったって、それが2020年に関してはあの去年なんだけれども、まあ、前年よりも935人増えていたっていう報道もあって、うん、きっと2021年もやっぱりそうした自殺の報道なんかもあってね、うん、どうしてもこの、まあ、女性だけではなくもちろん男性も含めてなんだけれども、どうしてもその雇用環境が悪化したことに関する自殺なんかも増えていてね、うんうん、そして本来は守られるべき立場の人たちがこのコロナで守られずにより悪化してしまったっていう現状を考えると、より日本の雇用状況、それはこの相田沙耶さんがねお話ししてくれた、まあそうした投資なんかを勉強する前にね、もっとこう会社の在り方とかね、いろんな経済とかをこう考えなければいけないって話を3人でもしたけれども、うん、そういうね社会の雇用状況の歪みっていうものがより今年は明確化したんじゃないかなっていうことを思ってしまったんだ、うん、本当だ ね、 ね、弱い立場の人がどんどん追い詰められていったよね、うんうんうん、そうなんだよね、うん、ナミ姉さんは、うん、今年気になったニュースはね、うん、あのニュースでもあり身の回りの出来事でもあるんだけど、やっぱりコロナで世界というか社会がどんどん萎縮してしまって、うん、で私は日頃からその発酵油の世界を作りたいって言ってるじゃない、うん、でそういう観点から見てなんかね、もっと身近にできることあるのになって思ったことが多かった。特に最初の頃の緊急事態宣言が出て、うん、みんながもう自粛一色になって、うん、身の回りのお店とかもどんどんお休みになって、うん、で、まあ、中には給付金で逆に潤った人もいるのは分かっているけれども、大多数のその中小の食堂をやってる人とか、うん、それから自由業の人とか、まあ、我々もそうだけれども、まあ、かなり収入もダウンして苦しんだわけじゃない、はい、でその時に
私はちょっとこの自粛が行き過ぎてると思ってたから、うん、私あえて近所のレストランとか食堂とかに昼休みとか行くようにしてたんだけど、うん、なんかそういう考え方の人があんまりいないことにびっくりしたっていうか、うん、自分にできる何かって考えた時に本当にちっちゃなことだっていうのは自覚はしてるんだけど、でも確実に自分にできることをやろうと思ったらそういう行動に例えばなったんだけど、うんうん、もうちょっとそういうふうに思う人いっぱいいるのかなと思ったらそうでもなかったことにびっくりした。うん確かにこの12月に入ってからも意外と夜の生活っていうのはみんな静かになってしまって、うんうん、あのなんか自粛が解除され緊急事態宣言が解除されたからといって、うんうん、みんなこう元の生活に戻るわけじゃなくて、うん、夜はなんかもうしっかり帰るようになっているっていう現実、うん、そうなんだね。さやちゃんの仕事とかすごい影響あったでしょ。ありました、ねうん、もうその音楽、うん、ライブハウス業界はもう一体何店舗身の回りで潰れたかわからないっていうくらい、うん、昨年のコロナ禍から、うん、で給付金も、うん菅内閣になってからは一度もなかったですし、うん、岸田内閣になってその総裁選直後に、うんその予算編成をね、うん、してくれるかなと思ったら、うん、衆院選までやりませんっていう話になって、うん、で衆院選終わって蓋を開けてみたらこういう形で、うん、なんかごくごく一部なんか子ども手当と区別がつかないようなやり方をしてきたりとかっていうのが、うん、まあまあ本当に暴動が起きないのが信じられないくらいな状況かなと思う、うんうん、それで、まあ、コロナに対する考えはいろんな人がいろんなふうに思うのは当然だと思うんだけれども、やっぱり考え方の違う者同士が敵対していくっていうのがすごく悲しかったな。で、考え方違うのはしょうがないんだけども、少なくとも足引っ張り合うのはやめようよってすごく思って、でまあ、我々が呼びかけ人をやっている高等守る国民連合の会も講演会とか開いてきたじゃない、はい、私も他の団体もやってて基本的に開いてきたんですよ。気をつけながら開催をするっていうスタンスを貫いてきたつもりなんだけど、うんまあ、そういうの足引っ張ってやめさせようっていう人たちがいるんだよね。だただ単に自分が来ないっていうだけでとどめておいてくれればいいのに、なんとかしてやめさせようっていう、そういうのはどうなのかなって正直思っちゃったね。そうだったんですね、うん、残念だった、うんうん、そうだよね。なんかせっかくお店なんかも見るとね、うん、やっぱりその あの店は営業してて自分たちは休んでるのにとかね、うん、そういうこうお互いの中で、うん、なんかこう商店街の中でもねいろんなこう確執があったっていう話なんかも商店街の人から聞いたりすると、うんうんうん、やっぱりこういう時にその今までのこの かつての日本は和っていうものを大切にしてきたのが、うん、戦後やっぱりこう個人主義になってしまったりとか、うん、あとは行き過ぎたこう自己責任論っていうものが出てしまった、うん、それによって、まあ、コロナ禍で大変な思いをしている人がどこかで自己責任論の中に巻き込まれてしまったっていうようなことなんかもね大変だなって思ったりするんだよね。さえちゃんは、うん、そうだね、うん、なんかやっぱりこう、うん今年を振り返るとやっぱりもうお二人の言うようにちょっと違和感というか、うん、なんかおかしな方向に日本が進んじゃってるなっていうことが多かったんだけど、うんまあ、唯一大谷翔平の活躍が本当に、うん、かにあなんかもう、ね、一つの光だったなっていう感じもありましたね。同じ日本人としては誇らしかったよね。いやもうあんなだって漫画の世界でもありえないっていうくらいの、うん、これぞあっぱれっていう活躍をしてくれたもんね。二刀流っていう形でね、うん、あれだけ活躍してくれると本当にもう大谷内閣かなんか作ってもらった方がいいんじゃないかなっていうくらいね本当にあれだけ緻密にスポーツやってる人との顔の締まり方と国会議員のまあ一部の国会議員の方がこうねニュースでこう続けざまに映るとなんかもうあこんなに顔違うんだっていうね。なるほど思いませんでした。見てるねさやちゃん厳しい女の目で見てるね、まあ違いが、うん、でもそういうね明るいこう今年のニュースをこう言ってもらえると、うん、やっぱりこうなんかほっこりするよね。そうだね、うん、というわけでこう来年のね抱負をそれぞれ聞いてみたいなっていうふうに思うんだけども、来年の抱負じゃあまず私から、うん、私はやっぱり、うん、そうね字を練習したいなって思っていて、うん、なんかその心はやっぱり
ろんなお礼状を書いたりとかするのに、うんうん、今ちょっとこうあまり字が上手じゃないのでしっかりとしたこうあの習字とかじゃなくてもいいから、うん、ボールペン字をしっかりと綺麗な字を書きたいなっていうのが来年の目標なんだ。なるほど、すごい明確な目標があるんだね。そうだね、素晴らしい。私そこまで明確なの考えてなかったから先さえちゃん言って。そうですねちょっと味冷や汗がやっぱり、うん、あの今年個人的には、うん、あのたくさんの配信のコンサートもできて、うん、そうだよね。であの今までとは違う形だけど、うん、皆さんとつながれたなっていうすごい実感があったので、うん、なんかすごい愛情を皆さんにたくさんいただいたなっていうのをね、うん、すごく感謝してます。さやチャンネルの伸び方素晴らしかったよね。ありがとうございます。でも11月にはあの久々にライブでもさやちゃんの歌を聞くことができて癒された。もういや私もステージからナミさんの顔が見えてうわーもうすごい綺麗な人が座ってると思って。何をおっしゃいますか。なんか番組っぽかったですよね。逆に番組見てるみたいな感じだったんですけど本当に素敵なご声を、ね、いただいて感謝してます、うん、で何が返せるかなって思ったらやっぱりいい歌をね歌える自分でいられるようにこう努力するのと、うん、あと炊き出し行きたいなって思ってます。あのサナミンもそうだと思うんだけど、うん、やっぱり大変な思いしてる人があまりにも多すぎて、うん、その人たちの存在を無視してたら絶対自分に返ってくるんですよね、うん、日本はみんなつながってんだから、うん、そうですね。そう誰か身近な人のためでもいいし、うん、あの本当に助けられる人は助けていくっていうことを、ね、積極的にしないと本当に大変なことになっちゃう。それって年末とか年末もそうですし、うん、新年もそうだし、うんうん、すごくその現場がどうなってるのかというのを私も知りたいので、うんうん、あの行ってきたいなって思ってます。まもなく出動だねじゃあね。出動です、うん、はい、待って、ナミ姉さんどうでしょう。そうね、来年あのまたちょっと自分の本のことになって恐縮なんだけれども今年はまあこれ初めて短調を出させてもらってでありがたいことにそのアパの日本最高大賞もいただいてで本当に大勢の方にこれを書く時も支えられてきたし、まあ、取材の時もそうだったしでその後もお二人を含めすごい多くの方に支えられての自分だなっていうのをものすごく実感できたんだよね。でそのご恩返しをしたいっていうのは強く思っていてでもそれってこう今を生きてる人に対してだけじゃないなっていうことも思ってやっぱりこの賞をいただけた時にその先人たちからもう亡くなってしまって肉体がなくなった自分たちの代わりに語ってくれよってこう背中をボーンって押されたような気がしたので、うんうん、その思いをちゃんと形に来年はもっともっとしていきたいなって思ってる、はあうん、素晴らしいね。本当に頼もしいですもう二人も本当に支えられてます。ありがとう嬉しいです。じゃあそういうわけでですね、うん、今年の漢字を一字で表すんだということで、うん、あの習字も兼ねて、あの今年の漢字か、ね、姉妹と渡して、はい、一文字ずつこれから書いてみたいと思います。はい、はい、さあピンクあげる。おお、ありがとうございます。ピンクくれてなるほど。何色がいいですか。あ、これこれ若草色がいい。若草色。じゃあ、ね、ありがとう。じゃあ下敷きがそうだよね。誰か書きましょうか。うん、そしたらシャナミから。うん、そうだね。はい、今日の主役。ありがとう。じゃあ私から書くね、うん、はい、いきます。じゃあまず、ね、そうか、来年、うん、字をきれいにすることに力を入れるんだったら来年もまた見比べてみたいね。気が早いから。それ1年でどんぐらい進化したかって、うん、じゃあちょっと今年の字を書いてみたいと思います。このマジックを持つと、うん、結構あの鉛筆と違って、うん、基準とかよく分からなくなっちゃう。分かる分かる、その感じ。ちょっとそういうありますあります、ね、習字になると急に分かんなくなったりあ、すごい上手です。この字を選んだ心がよく分からない。確かに、なんでなんで、なんでこの字。いや、私はじゃあこの違うという字なんだけど、うん、やっぱりそのさっきお話ししたね、うん、あの
57年前のオリンピックとの開会式の違いという話もしたので、しかも日本がどんどん違う国になってしまっているように思えてしまって、うんまあ、今まではこう和を大切にする国だったのが、うん、どんどんこう個人主義になっていってしまって、うん、日本の伝統や文化をこう忘れ去っていくような違いというものを今感じてて、それはやっぱりこう終戦後行われた GHQ による日本のこう文化を少しずつこうなくしていこうというような効果が今出ているのではないかなっていうふうに思ってしまうので、まあ、過去との違いというものを、うん、何でしょう、取り戻すというかね、またこう変えられてしまったものを取り戻したいなという意味合いもあって、なるほどね、この違いというのを今年で終わらせたいなっていう思いがあって、なるほどね、さすが素敵では私私の好きな色の髪をくれました。はい、赤草色です。4回前のね、色の話です。すごいちゃんと何回前か覚えてるんだね。私すぐ忘れちゃう。私ね、なんか意味合いとしてはちょっとサナミに似てるかなって思ったんだけど、あれ確かに大きく書くとこれで合ってるかなって思う。あ、すごい合ってる。なんか違くない？いや、合ってますよ。なんか大きく書くと違うような気がする。合ってるね。あれなんか違う字に見える。なんか大きく書くと分からなくなります。はい、私はこの疫病の疫にしました。やっぱり今年、まあ、そうですね、そのものズバリコロナという流行り病が流行ったっていうこともあるし、うん、でそれに伴ってさっき話したように人の心の中にも、単に体だけじゃなくて心の中にもなんかちょっと流行り病が流行っちゃったんじゃないのっていう気がするんだよね。そこがなんかすごい残念だし、サナミンじゃないけどここから出していきたいなっていう気がすごくしてる。で、高等守る国民連合の会の講演会の時に、あのユミネーが、赤尾ユミネーが死生観の話をしたの。あ、でなんか日本人はその死生観を失ってしまったから、うん、なんかコロナも激しく怖がるし、いろんな歪みが出てるんじゃないかって話にしてて、私すごい共感したんだよね、うんうん、で、うん、そのまさにサナミが言ったこととすごい近いんだけどさ、戦後 GHQ による洗脳工作で日本人が価値観をだいぶこう歪められてしまって、でもそれをそのままにしたのは私たちなんだから、うん、そこから早く卒業しないといけないんだよね。脱しないといけないんだけど、うん、今のところまだこの駅の中にいるな、ここから来年こそは脱していきましょうよっていう意味で書かせてもらいました。はい、では、さやちゃん、はい、さやちゃんも好きな色だね。はい、好きな可愛いピンク色をいただきましたんで、うんうん、二人とも字がすごい綺麗だからちょっと恥ずかしいです。何をおっしゃる、うさぎさん。本当にうん、あれ合ってるかな。合ってる合ってる、さやちゃんらしい、さやちゃんらしい。これ予想と違ったらどうしよう。素敵。最後にいい言葉でまとめてもらって嬉しい。これです、うん、その心は、はい、全てを凌駕するのは愛だと思います。なんか、うん、本当に愛情をたくさんいただいて、うん、ナミネーもそうだし、サナミもそうだし、皆さんもそうなんですけれども、うん、こういう違和感も、うん、こう疫病もですね、うん、愛の力は全て超えていくと思っているので、うん、いっぱいいっぱい愛情を注いで、愛情をかけてこう食べることも、うん、飲むことも、うん、なんか全て人に会うことも全部愛だなっていう風に感じる、うん、今日この頃です。なのでみんな愛を持って生きていこう。だから身の回りの人に愛をかけてあげてください、うん、すぐそばにいる人に、そばに誰もいない人は SNS でもいいので、うん、近くにいる人を気遣ったり声をかけてあげてください。私はそれにすっごく助けられたので今年は、うん、ということで、みんな来年この順番でよかった。こういうの最後だったらちょっとうわーってなるけど、素晴らしい、打ち合わせたわけじゃないのに。じゃあみんなで思って、サイエンさんの言葉がさ、令和4年は愛の年へ、はい、愛へって思って、
あすごいすごいサナミ大ヒットすごいというところでまとまりましたね。4年は愛の年にいたしますので、ぜひ令和4年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん良いお年を。良いお年を。